そんな流れの延長でまたレビュー 2.9 で悪口言うっていう、そういう流れなんですけどもね。今日の一つ目ね、いいですね、来た。英語で言おうかなと思ったんですけど、英語で言ってもこれはバナナはバナナですね。というわけで今日の一冊はですね、吉本バナナで悲しい予感ですね。いやバナナって英語でなんて言うっけ。バナナかイエロージャップとは言わないもんね、これね。言わねえか、意訳でイエロージャップってこうさ、パッキンジャップなんて言って、おうよーめーなんて言って、俺もバイト先でよく外人の人来ると、ああ、イエロージャップって言われて、ああ、ファックユーなっていう、こうね、心温まるこうやり取りしてますけどね。吉本バナナの悲しい予感ですけど、これは懐かしいでしょ。うーちゃんこれ読んでますから。うーちゃんどうですか、これ好きですか、嫌いですか。覚えて、青くて、あの女がね、なんか視力検査みたいにスプーンやってるやつ。そう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 、何やってんだっていう、視力検査なんかしてんじゃないよっていうさ。これがね、私は19歳って言ってね、そういう話で19歳の女がさ主人公なんですよ。でおばさんの変わったおばさんが親戚にいるっていうわけで、あのおばとひと夏を過ごした私はあの夏を忘れないっていうわけですよね。だからよくは小説って全部何でもそうだよね、私はあの夏を忘れないって必ずこうやって始まってるね。でまあさ、でその女の主人公がさ、おばさんのこと好きなんだよ。たまに家出とかしちゃうわけね、そのなんかむしゃくしゃしちゃうと。でなんかなんでそのおばさんに惹かれるんだろうって思ったら、なんか夢みたいのを見てさ、おばさんが実は自分の実のお姉さんだったってことがわかるわけで、自分の今いる家族は本当の家族じゃないっていうか、血のつながってない家族だったってことがわかるわけですよ。で、まあ、その主人公がそういう状況に陥って、まあ、ちょっとこう、まあ、成長していくというか、まあ、そういう、 こう人間ドラマって青春ものなんですけどね。ね、これもうね、レビュー聞いてる皆さんはね、吉本版のこの間ね、キッチンバカ野郎って言ったでしょ。30年越しにキッチンバカ野郎って言ったの多分僕しかいないと思うんですけどもね。もう、レビュー聞いてさ、リスナーのみんなもさ、もうこれでまた悪口言うと思うでしょ。もうこういう風に言うと言わないってわかるだろうけど、これがね悲しい予感するかなと思ったっけ、読む前は。これなかなかいい話なんですよ本当に。でさ、まあ主人公が結局また弟がいるんだよ。まあ血のつながってない弟ですけどもね、またその弟とちょっとこう男女の関係みたいになるわけ。ちょっとチューするぐらいだけどさ、またやってるよなんて思いつつね、本当に好きだねなって思って。でまあ、おばさんも割とこうエキセントリックな人でさ、学校でこう音楽の先生やってんだけど、いきなり授業中に寝たりとかね、あとこう音楽の授業なんかやめちゃって、なんかこう変な先生だっていうわけ。そしたらさ、いきなりいなくなっちゃうんだよ、その おばさんがね。いつもいなくなるな小説はと思いつつさ、いつも誰かしらいなくなるんだよ。これ楽ですよ、話の展開なんか なくたっていいんだから、いなくなれば話進むんだからね。いなくなった先でこう行ったら、なんか別荘行ってさ、でこう行くんだよ。でその別荘の先でさ、なんかそのね、そのおばさんのこと好きだったその高校の教え子が来て、僕は幸子さんのこと、幸子さんとは言わないけど、あの女性が好きなんですなんていうやつがまた出てきて、あわあわするわけさ、主人公たちがさ。でもさ、このちょうど先週読んだんですけど、先週の放送でさ、もう死にたかったって言ったでしょ、本当にね、先週ぐらい。俺にね、この本のテンションなんかすごくあったんですよ、マッチしたのね。あたふたするって言ってもさ、なんかあたふた具合もちょうどよくて、吉本バナナのキャラってさ、キッチンと僕これしか読んでないですけどもね、今のところ再読はこれしかしてないですけども、なんかあんまこう動揺しないっていうかさ、こうクールっていうかさ、テンション低いんだよ。でテンション低いんだけど感じ悪いわけじゃないんだよね。なんかこうね、弟感じ悪かったかな、なんかお前はとかっていうような感じで、まあしょうがないんだね。これ爆笑問題の太田光が言ったようにさ、吉本バナナなんか少女漫画じゃねえかって言ってたけどね。でなんかそのテンション合いましたね僕に。あ、だからなんつーの、いつも強固できるわけじゃないんですよ僕もね。今やれって言ったらできますよ。強固強固強固だな、こう。ね、フェニックスとか、いつもやれるわけじゃないわけですよね。たまに落ち込むときもあるし、理由もなく。
そういう時に吉本バナナ読むのかなって思ったんですけども、でまあくだらない本だなって思いつつね、まあ結構さ最後大演談っていうかさ、別に誰か死ぬわけでもないしさ、なんか悲しい予感つくけど別に悲しいこと起きるわけじゃないしね、まあ過去にはちょっと悲しいことがあったってことなんだけども、まあみんな仲良くなるし、僕の理想じゃないですか、その新興宗教みたいに一つの家にみんなで住むってのはね、なんかそういうちょっとね理想郷というかユートピアでもないですけどね、蝶ネクタイビヨーンと飛んでくるみたいなさ、そういう生活したわけこっちは。だからなんかねそういうとこ良かったですね。でまた短くすぐ終わるしね、本当に吉本バナナが言ってましたね、後書きで小説書くの大変だっつって言ってさ、本当に皆さんに感謝しますって言ってたけどね、俺これ本当にそうだと思うね。やっぱ編集者からさもう書けないなんて言うとさ、ちょうどいいタイミングでお菓子の差し入れがあったりとかさ、もう眠たいなんて言うとちょうどいいタイミングでリポビタンデーが来たりとかして書くんだよね。で先生いいですねなんて言われるとさ、自分としてはどうかなと思ったのも、あ俺いけるなと思って、先生天才なんて言われるとさ頑張ろうって思うから、やっぱそういう人にいろいろ感謝して書くっていうのはなんかわかるなと思いますよね、本当ね。うん、なんでね、まあね元気な人読んじゃダメだねこの本は、あえてそういう進め方するとなんつーの、私体温がほんと32度しかないんですみたいな、そういうバカ女が読んだらいいです本当にね。あともしくはこうサブカルのさ、なんかこう、あ僕ってなんか日曜の午後になんか下北あたりでお茶飲まないと気が済まないんだよねみたいな、そういうクソ野郎が読むといい本だと思いますね本当好きだったんだいや好きだったんだけどさ、好きだったんだけどこの本好きだってやつはなんか結果売りたいよね、バカ野郎ってこう言いたいっていうさ。いや なんだってうーちゃん、え分かる分かる、やっぱ分かってくれると思ったんだけど何も言ってないの、あそうだったのというわけでね、まあちょっと元気ない時にね読んでくださいこれ本当ね。えその元気ないつながりで言ったら、最近読んだ原田宗則のね黄色いドゥカと彼女の鉄のもね、ちょっとこう割とテンションがこうなんていうの、体温が32度ぐらいのこうさもう死んじゃいそうな時のテンションで読むと割といい感じかもしれないですね。はい、というわけで今日の一冊目はですね、吉本バナナで、悲しい予感。